の体調が心配って大丈夫ですよ。私一回ここに来てから寝ました。2時間ぐらい寝た。2時間ぐらい寝ましたね。お腹空いてきたらご飯食べようかなって感じです乾燥した。暖房入れたけんな。おはよう。こんにちは。おやすみ。そう、今日はね、もうね、早めに配信して、で夜もすぐ寝ようと思ってます今日寒いんだね。寒いよね。そう、ついに早く寝る時間が確保できた。ふふふ。早く寝よう。さすがに睡眠力ちょっとストックはなくなってきて、寝だめできてないから。そうそうそう、もうな、今日すごい眠たくてね、ボワーンって感じだった最後。なんか眠いっていうよりかもなんかポワーンってなってた。そうそう、よかった。その頃にはもうね、結構ね、そう、終盤だったからよかった。頑張りました。今日くらいは自分のことを褒めましょう。一番かわいいなって嬉しい。広島寒いそうだね。広島寒そう。私調べでは広島が一番寒い。なんかわかんないけど、広島に帰ってきた瞬間すごい寒さを感じる。体感温度。
マイナス4度、やばい、マイナス4、やばいね、マイナス4はやばい。私ね、いつだろうか、うん、イメージする寒いよ。広島ってそうだよね、結構あったかい地域そうで全然寒いよねびっくりしちゃう。私は今真ん中にいるんですけど、日本列島の。でも夕方ぐらいにここにいるから、なんかね、夕方までは別にそんなにそこまで寒さは感じなかったけど、今は感じそう。真ん中くらい、真ん中くらいにいる。私のその真ん中の範囲は広いんで。うん、うん、広いよ。本来で言えば。どこなんやろ。そう、あんまりね、そんなん言わない派なの、自分が今どこにいるか。結局配信したらね後で言う人です。時々そうコメントでどこにいるのって言う、言わない。そうだね、でも結局リンゴが全部言うからね。今はここにいて今はここにいて明日はここに行きます、全部言っちゃうから。今からサイレントここに行きますって配信で言ってて時はびっくりした。配信終わるね。エリン。そう、今からはやばいの。今からはやばいのよ。明日ならまだまだ。明日もちょっとあれだけど。今からはね。うん、そう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 。だからもう。これからは、そう、それからね、なんか何かあるたびにね、なんか凛子うちへ帰んよって言っとる。うちへ帰んよって。なんか情報解禁前のやつとか、シェアされたら凛子配信で言わんようにねって。そしたらいらんよって。言うけど、本当に10分の1の確率でなんか、え、言っちゃダメなん？言うけん、危ない。言うとこやった。危な、危な。そうそう。
そうね、そう、それがその子らしさなんで、その子らしさとりあえずまあこれからも言っていこうと思います。ダメなことはダメとあんまり言わないようにとすること言ってるからね。保護者みたいになった。とてもいい子なんですけど、ちょっと危なさもこれがあって、明後日はこれがあるからみたいな。そうそうそうね、聞いた人がみんなね秘密主義だったらねそれでもやけど、確かに そうですよ。そう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 ね、特定できないとかやったらいいんだけどねいやそれもちょっとグレーだけどね、ちょっと心配でもありますよ。あ、そう、チェキ会ね。そうなんですよ、なんといつの間にか申し込めなくなって完売してるんですかね。完売してました。ありがとうございます、嬉しい嬉しいです、びっくりした。あ、そうなの。いや、ありがとうございます。もういつの間にか、いつの時のよやら、いつの間にやらゲットできたね。ありがとうございます嬉しい。そうです、 HMV さんのオンラインチェキ会のやつです。サイン会、オンラインサイン会はまた違う監視役の方で、それとはまた別のオンラインチェキ会。そうです、イエ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 イ、嬉しい嬉しい。あ、本当だ、ニックネーム登録を忘れずに嬉しい嬉しい。横向き、あ、横向きも、横向きに、横向きの方がいいっていう方もいらっしゃるっけ。縦派か横派でちょっと割合変えたいけど。そうなんですよ、そうですね、なんかコメントとかで教えてくださったらいいけど、その場その場で私がちゃんとそれを見れるかっていうのがちょっと定かではないんですけど。ちょっと横向いとこうかな。縦が主流なんかな。チキって
携帯の裏に入れたりとか、なんかケース、ポーチ、写真立て、立てか、立てはか、横はか、立てが主流な感じあるけど、じゃあ1割横で。あら、そうだね、サイヤ運がアップしそう、持ってたら。斜め派すごいな、斜めむずいな。四角いからね、四角いからチキン。なんかそのフレームから変えなきゃ。いや、か、斜め系できるかな。いや、全然縦だと引けとかそんなんじゃなくて、より多めにしようと思ってる。可愛い子発見です。楽しみ、なんだっけ、もうすぐだよね、うん、3枚、最大3枚の方は、そう3種類にします。ちゃんとそこはちゃんとばらけさせますよ。よりとかを引きとかも入れようと思ってるよ。よいしょ、そこはちゃんとこだわりがありますね。3枚、最大3枚で。ちょっと寒そう。なんだろう、なんか天気予報見たけどさ、なんか午後からすごい寒くな、すごい下がって、で明日の昼にかけてまたすごい寒いんだよね。ですよね、なんかすごいなと思って、なんか朝寒くて夜寒くて昼は暖かいみたいなのが普通だったからさ、なんか天気予報見たら昼過ぎからどんどん寒くなって、風の音すごいの。どうしよう、皆さん気をつけて。なんかすごいね、こんなことあったっけ今まで。なんか休校とかなっとんよね確か、寒すぎてみたいな。そんな寒すぎて休校とか、なんかなかったから。え、なんかそういうのあったような気がするけど、大雪かな、大雪でとかはあるのかな。うん、なんか警報が出て
寒すぎて絶対雪ですよね。絶対風が強い雪が降るで、それでだと思います。全部総括して寒い、寒すぎて全部総括して結論、結論や結論、もう寒すぎてらしいよみたいな。いや、マイナスっていう気温見ただけですごい私はビビっちゃう。やっぱ福岡出身だからかな。なかなかマイナスなかったからね。北海道とかはうん、常になんか -15 度なん、普通なん、-15 とかなってるもん。私ダウン2枚着るよダウン2枚着る。そんな北海道の -15 度でもさ、パセリはアイス食べるんかな。公園のベンチとかに座ってビュービュー吹かれながらもアイス食べれるんかな。食べるって言ってた。すごいね、さすがにみたいな、さすがにみたいなことですらもうやりそうだから。しかもあの全然プライベートで確かに逆になんか都県圏どれだけ時間過ぎても都県圏いいよみたいなおすすめされそう。あーそっか、建物の中は暖かいんだよね。確かになんか寒すぎてさ、もう味が分かるのかな。なんかもう大丈夫そう、もう体の芯から冷えるみたいなことはないのかしら。てか体が震えすぎて、ねえ、イメージの世界でしかないけど。床暖房か、床暖房ってなんかすごい憧れがある。最近のなんか設備が整った建物とかは床暖房ありそう。あ、暖炉ね。暖炉ってさ、もうもうって感じだよね。暖炉があったらもうって感じ。もうすごいとこなんだろうな。あー、もうそういうこと考えちゃうよね。これで床暖房常備って、え、確かにずっとだもんね。オンとオフがあるのか。オンとオフある？うん、ずっとオン。ずっとオンやったの。ずっとオンやったら、あの夏どう？夏どう？いやそうだよね。いや本当に当たり前さやでした。当たり前さえのこと言っちゃった。
本当にそうですよ。いや本当に失礼しました。当たり前のこと言っちゃうのでね。極寒焼肉、そっか、寒い時ほど焼肉を食べる。確かにいいね。バーベキューしたい、なんかバーベキューしたい気分。鎌倉ね、鎌倉あれって普通にやるのかな、北海道って。作らんというかよね、まず。まず作らんといかん。あれ雪よね。雪を固めて、いや、これはまた私はちょっと失礼しましたってなる予感。ですよね。いや、ほんとちょっと考えてみたら、確かにどうやって作ってんだろうと思って。こんばんは。何？なんかいっぱい来た。あら、こんばんは。いっぱい来た。いっぱい来た。当たり前サーヤン言ってる。言ってたらいっぱい来た。ありがとうございます。皆さんも寒さに気をつけてね。配信なんかあったのかな。それか私の当たり前サーヤン聞きに来てくれたのかな。絶対ない、それは。それは絶対ないけど。ねえ、いや本当にたくさんの方が来てくれることはとってもいいことですよ。私ツイッターとインスタもしておりまして、どっちも結構更新、ほぼ毎日更新してます。ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。声ガラガラやけど声ガラガラでやめてよ。ゆすゆきとか、ゆすゆきじゃないよ、ゆすゆきじゃないよ。違うよ。あと YouTube も
動物の企画やってます。そうですね。あ、応援してます、ありがとうございます。そうです、 STU48 瀬戸内の48グループです。ちょっとハスキーです。フォローしてありがとう、ありがとう。おもろい、おもろ。もう自分の声のトーンもよくわからん、どれが普通なんか。確かに次回の最後頃いつだろう、私はいつでも見るかもよ。なんか本当にあの動物ロケをなんか一緒にお供した人はみんな幸せな気持ちで帰るから。そう、ロケに参加した人もみんなすごい満足で癒されて、やっぱ動物ってすごいんよ、癒し効果すごい。あ、やっぱり一人よりも誰かいた方がいいですかね。スペース、スペシャルゲスト、それなんかマネージャーさんもいるとかも、一人やったらねちょっと収拾つかんくなるって。私がちょっとあの独特なこと言ってもなんかちょっと、そう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 、てんてんてんで終わっちゃうからみたいな、やっぱり反応してくれる人がおるといいねって。そうなんですよ、確かに私もその時はその時で本当にシンプルに自分が思ったことをそのまま言うようにしてるんですけど、後から見返したらなんか何じゃこりゃってなる。この人は何を言ってるんだ。まあ普通じゃないです。一言で言うと普通じゃない。みきゅさんと、すごい、みきゅさん大好きですよ、みんな大好きだけど、いや本当に最後を見てファンに なりましたとかと結構いらっしゃるもんね。あとなんか、そう、なんかスタッフさんとかも見てるって言ってる方いらっしゃった。結構いろんな方が見てるんだなって思って、自分が思ってたよりも幅広い人々が見てるんだなと思いましたよ。うん、見やすい人々。そうそうそう、いいよね、動物のことも知ってるけいいよね。うん、でほんと、あ、そうなんだ、ショールーム配信もそうだもんね。ショールーム配信もね、で出会う方も多いからね、すごいよ。お公園で、あ、なんか TDC? あの PR 台のツアーでもね、なんか見つけてくれた人
いらっしゃった。いらっしゃいました。トランポリン、ニメリンさんのニンニクマン、あれ私も登場したい。登場したい。好き、うん、なんだろう、好きです好きです。でも次の日休みがいいけど。そう、すごい気になっちゃう次の日。なんかすごい気になって、なんか全然喋れんくなっちゃう人と。だってみちゅさんと二郎系ラーメン食べに行った後すごかったよ。二人で、あのめっちゃもうリンゴジュース買って、なんかなんだろう、歯ブラシっていうか、なんか糸ようじみたいなやつ、なんだろう、買って、で、あとはなんかあのあれをケアするやつめっちゃ食べて、そうそうそうすごい二人でなんか気にしてたから。なんかリンゴジュース飲んだらいいらしいよみたいな。でもイミリンさんはそう、あんなにニンニク すごい好きで、チューブで直飲みしてるんですけど、ニンニクの香りをしたことがなくて、それをみちゃさんが言ってて、したことないよねって言って、リンゴジュースを飲んでるらしいって聞いて、じゃあリンゴジュース買いましょうってなって買ったけど、いや本当にそう、すごいよね、すごいすごい。なんとかにねそんな近くに行って話さんけどね、そんな怪しまれるというか、なんか怪しい人物よ。いや本当にすごい。TKG にニンニクチューブ、どんな、すごいね、なんかなんていうの、すごい急にジャンキーになりそう。そうだね、いや、チューブですごいよね。初めて見た時はびっくり驚愕しました。好きですって言って、結構みんな好きじゃん、やっぱりニンニクってすごい食欲出るし、好きですって言って時間を見てうーん、次元が違いました。あ、ペペロンチーノか。ペペロンチーノね、多分味予想できるとか、食べたことあるんですけどね、思い切ってパスタ屋さんで頼んだことはないかも。だからペペロンチーノ食べたいかもしてビヨンってに知らぬ間に入ってる食べ物もあるよね。ペペロンチーノ、なんかあれよね、真ん中に唐辛子をがあるやつ、ガーリックライスか。すごい気になるけど食べたことないかもしれない。
ラーメン屋さんにある、あ、ハンバーグ屋さんにあるか。すぐ気になるんだよね。あ、鷹の爪だ、唐辛子じゃなくてステーキ屋さんか。え、餃子こそね、ニンニク感じない。なんか得意です。得意なの？スパゲッティ屋さんもある。バターライスとかおしゃれ、美味しそう。高尾の爪、高尾今日か、爪切ってる。タイムリーだね、タイムリー情報。え、餃子ってニンニクの感じない？味しないもん、そこまで。そうですね、タイムリー情報なかなか言わないのでレアでした、レア爪の情報はいつでも言えますかもしれない、唯一言える場所あ、手の爪です、手の爪なんか最近すぐ割れちゃうんだよね、爪切り配信ただ普通に爪長いって思って切ってた時ある、何回か。その口内炎も結構自給できる。え、何？寒さのせいとかじゃなくて？え？ビタミン不足？そんなことあるの？あ、乾燥で？あ、インスタの絵なんですかね。イラスト、爪健康状態わかる。え、結構すぐ割れるんよ最近。私はなんかどっかに引っ掛けとんやなって思うとったけど、引っ掛けちゃって、そういうわけでもなく。確かにこの時間帯どうやろう、明日にしようかな。見えない人が多いかも。私の配信ね、なんかね10時ぐらいが一番多い気がする。そう、爪に横の線があったらやばい。横の線はないかも。私今日は8時ぐらいに、あともう少しだけど配信しようかなって思ってます。すエステ推しになりそう。おー嬉しい。ぜひとね、後日にするね。皮膚が関係してる。皮膚が関係してる。末端冷え性だもんな私。休憩中に、お、休憩中だったんだ。すごい夜遅くまでね、仕事してる人多い。サインお待ちになってください。本当にそうすぎるけど、なかなか
表立って言えないこと。末端冷え性よ。待って、明日が朝から寒いよね。なんかそれの重大さに気づいてきた。それが結構重大ってことに気づいてきた。そうですよね。ねえ、マイナスの世界だね。みぞれ。とか、なんでマイナスになったらさ、雪降るよね、急に。やっぱりそういう気温の変化、そういうのがあるのかな。水が凍るけん。強烈な風が吹いてます。強烈な風と聞いたらもう隙間風。わかる、隙間風ってすっごく寒いよね。なんか一番寒い気がする。そりゃないか。ねえ。そう、インスタにあのね、そう載せようと思ってたんですけどね、1枚目がすごいね迷うんですよ。1枚目ってもうその写真のそう決まるからさ、おすすめとかに出てくる時もそれが一番大事だからさ、すごい大事にしてるんですよね。やっほー、顔がよく見えるやつがいい。なんかめっちゃ消しとるやつと、あと僕はこの海を眺めてるの、このシーン、これもすごい。ポーズが一瞬でさ、あ、この曲だったら分かるけんいいなと思う。あとこれもなんかなんだろう、そう、めちゃくちゃ笑ってる感じ。いつも私亀子さんの写真載せるときね、いつもね笑ってるやつだね。笑顔のやつにしようかな。笑顔のチャンスだもんね。くー。じゃあ笑顔にします。くー。え、もうエガちゃん指なんですか。なんかダンスの先生がエガちゃんのエガちゃんって言ってて、なんかすごい略し方だと思ったけど、もうそうなの。でもなんか、なんだったかな、そうダンスの先生すぐね、曲名とか歌詞とかね、やっぱりそう、そこは専門外だから違う風に言うのね。さあ、なんかこの前リハの時に、じゃあ次は永遠のチャンス、もう永遠のチャンス、もうチャンスが永遠になってて、うん、永遠にあってみたいな。チャンスがそれはチャンスなのかみたいな、うん、すごいループにはまってる多分ダンスの先生は。その永遠にチャンスあるみたいな。
もうそれがチャンスだ。チャンスと言ってもいいかもしれんけど、うん。ちょっと本当に絶妙なね、絶妙な感じに変えてらっしゃるんですよ、いつも。だからいつもメモしたくなる。なんかちょっと本当に絶妙なんですよね。なんかメモしてたのないかな。あれ、クリスマスコンサートの時に、あのクリスマスがいっぱいだっけ、メリーメリークリスマスサイレンナイトで、なんかあなたに会いたいなんですけど、そこをあなたに会いますメリーメリークリスマスって言ってて、なんかそれが私の中で結構ツボだった。あのなんか本当に絶妙、あなたに会いたいがもう会いますなんか本当に会いますが、あ、会いたいが会いますになった時の心境がやばすぎて、全然変わってこん、曲が全然変わってくるんよ。なんかそういう感じの間違い集めたいよね。めっちゃつぼった、一人でつぼってた。燃える、合います。え、お家帰れないんですかね。確かになんか帰れない方も、そうだよね、家帰りたいよね。そう、確かにちょっとあれかもしれないね、間違いとか絶妙な間違いを集めてるのちょっとあれかもね、ちょっとあれかもでも好きだからね、その絶妙な感じのやつが私結構ツボなんですよ、集めたいの。好きな歌詞、あれ、エガちゃんエガちゃんの好きな歌詞ですか。いっぱいあるんですけどね。いや、私が配信でこんな結構言ってることは1ミリも知らないと思う1ミリも知らん。ダンス難しいですよ。むずいステップって感じけど。楽しかったよって、ありがとう、ありがとう。そうだな、結構心に残ったのは、聞いた人結構多くない人だと思うけど、やっぱり色が、いろんな色があるんですよね。なんか空見た時にやっぱりいろんな色があるんだなと思って、赤とか青とか、あとは青と白が混ざったとか言ってるんですけど、なんか私それもあってから、どうしても2023年の初日の出が本当に見たくて、結構そういう曲だからさ、
なんか見ときたいなと思って、だけど それもあったんですよ。ちょっと言えなかったけど、そうそうそう、そこにその時にはもう知ってて、歌詞だから見に行きたくて、本当の色だから、それをね、そう、沖さんと言ったから、沖さんと話したりして、こうこの色のことかみたいな、そうそう、それもありました。どうしてもなんか、あ、見に行かないとダメだと思ってさ、歌詞は変わってない、変わってない、変わってない、ちょっと変わったのかな、変わってなかった。そう、見れてよかったです本当に。うん伏線回収ですね。そうそうそう、その時言えんかったけど違うんですよ、みたいな、歌詞が歌詞があってとか言えないからね そうですよ、ちゃんと理由があります。そうです、空の色ってやっぱりそうですよね、忘れないですよね。なんだろう、2番の歌詞とかもすごい好きで、まあ1番も好きだけど、1番のサビ、なんかみんなでこのまま進もうって言って前に向かって指さしてるとことか好きですね。あとは2番とかも、白と青が混ざったって言って、なんか本当に偶然かもしれないけど、衣装が、まあ、白と水色っていうか青混ざってて、なんかそこもすごいいいなと思って、そうそうそう、うん、葵さんありがとう、葵さんありがとう。そうそう、一番好きなのって一番なんか涙が出そうになるの、そう、あのみんなで真ん中に集まってグーで合わせて、そっからパーでパーって上に向かってするのがね、すごい好き。あの時のみんなのね笑顔ね、すごい絆って感じがする。みんなで目合わせるのが好き。さあ、ペンはあるんだけどさ、紙がないの品切れ、紙が品切れ、そんなことある。あ、このあ、まさか、まさか、あと何だろう、自分が知ってる色だと油断をしてるうちに分からなくなるみたいなやつも好きですね。なるほどって
歌詞載ってないもんね。確かに MV 公開されたらたくさん聴いてほしい。やっぱなんかなぜかリンゴ書いちゃった なぜかリンゴ書いちゃった。嬉しい、やった。葵さん、あれかね、お誕生日とかですかね。あ、見たことない空を見よう、東の地平線あたりが明るくなったよ、白と青が混ざった、ああ新たな夜明けの色です。あ、いくつもの青やいくつもの赤があるで、この目で見て知ったようだ。途中から歌うと分からなくなる立ち止まりたくない、このまま進もう、悲しみとはきっかけ、ああ笑顔になれるチャンスさ。だめっちゃいいよ、悲しみとはきっかけだから。そんな考え方ねしたことなかった。すごい素敵です、心癒されますね。あら、ありがとう嬉しい、すごいね。うん、順番にやりますって。わかる、あったかいよね。僕が好み眺めてるのすごい好きなの。笑顔のチャンスもすごい好き。なんか考えさせられる歌詞だよね、すごい。いや、わかるわかる、 STU っぽいなって聞いた瞬間に思った。なんかイントロからもう思った。ドゥン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 から始まるのがなんかはぁーと思った。うわぁ STU だ。私 STU っぽいとかすごい大好きだからさ。良いんですよ、本当に聞いてほしいね。2月2日なんで、2月2日公開ですよ。待っててね。同じ、あ、本当ですか。感謝枠、あ、ありがとう、ありがとう悲しみとはきっかけか。
24日か。ちょっと見にくいかな。葵さん、ありがとう。ありがとう。なんかね、そう、振りもね、可愛いんですよ。笑顔になれるチャンスさ、かわいい。あ、こうか。笑顔になれるチャンスさ、かわいい。結構ジャンプしたりね、そう、ターンしたりが多いかん、ちょっと難しいけど、心から応援させていただきますと。ありがとう。心から、確かにサイリーム、から確かにペンライトね、赤とか青とか白とかなったらすごい綺麗だね。難しいかもしれないけど、本当に悲しみとはきっかけ、そういうの、私はそっち派だと思いましたね。やっぱり悲しみとか悔しさとかないとさ、ね、なかなか気づけないこともあるから。というわけで、そろそろじゃあ私は終わりますね。ね、たくさん披露していきたいの。すごいすごいいい曲、すごい好きだから。配信チャンスがあれば、確かに。全然買ったかな。スクショのチャンス。スクショのチャンス。面白い。面白い。すごい。そんなに。そんなに。ありがとう。戦った。1時から
葵さん、バリーさん、ボンちゃん、F 渋谷さん、ヨッシーゾンビさん、フジポンさん、A ちゃん、神戸のマーチさん、カホマサウサギさん、ミツルンさん、タンタンさん、イワちゃん、マイセンさん、チュエールさん、ナピちゃん、シノさん、ロックオンさん、スイヤンさん、ハヤリンゴさん、ケンタロウちゃん、タテ様、ニナマルさん、神戸のヒッキーさん、ゼータンさん、ちくわドーナツさん、犬ちゃん、大西くん、立花隼人さん、エリスさん、プライベートジェットさん、まさきさん、長尾さん、高典さん、イギータさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。明日何時に配信できるかわかんないけど、また決まったら言いますね。きっと夜です、きっと夜。じゃあありがとうございました。バイ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 。寒さに気をつけて。またねー。